Baby-san. Baby-san, Yontama. Yontama Baby-san. これはあと1時間がすぐやわ。1時間。かわいいベイビーちゃんやって。どうしたん、これ団子になってねえよ、これ。団子になってねえよ、今団子。あと自分で取るやん。かわいい、かわいい。ここ落としたからね、ここの中に。慣れたらどうもないね、慣れたら。どうしたん、どこ行ったん、エサ。エサの時間や、エサの時間や。よう食べるやろ、あんた。何しよう、そ口持ってきて。かわいい。ねえねえ、これってオスメス、お姉ちゃんなんか喋るよ、オスメスって。ねえ、これオスメスってどこで見るの？オスメスですか？うん、男の子だと結構ハリネズミさん見分けがしやすくてですね。これ、あ、これデベソ。この子男の子ですね。こうなんかおへそみたいなのがあるんですけど。これ金玉？あ、そうです。ここ金玉で、ここおちんちんに。女の子だとこのおへそみたいなところが尻尾のすぐ上についてるんですよ。ああ、なるほどね。これ見分けてます。あれだよね、こういうハリネズミちゃんはこちらみたいに、フィレットちゃんみたいにチューッとかはしたらあかんねん。あんまりなんかそういう触れはできない。なんか違うよね。そうなんですよ。結構一緒に飼ってても、うん、ある程度距離を保ちつつ一緒に生活してますね。あ、おもち食べちゃった。じゃあね、この彼ね、はい、面白い。さっきから向こうもね、はい、彼が持ったら向こうで3回うんこかな、これ4回目やね。多分落ち着くねんね、多分。でこの子自体はね、あんまりね、動物好きくないねん。あ、そうなんですか。うん、あんまり嫌い、あんまり嫌やね。いや、匂いするんちゃうとかね、神経質。今やがついてきただけやね。またうんこしたんだったね。あ、起きた。かわいい、床が何やんねん、みんな起きたわ。大丈夫？やっぱあれ、性格があるね。性格がある、性格があるんやわ。私的にはペットとしては不向きやな、物足りない。私は、あの、私は一緒にこう行動するのが好きやねんね。物足りないね。ちょっとこう遊びに来るんだよ、これ。あの、世話の嫌いな人は楽やろね。世話の嫌いな人。なんでも言うたら1年前とかなんか全然そんなことなかったよ、からね、ハリネズミなんて。そうですね、全然聞かなかったですね。ワクチンとかなんか全然いらないのかな、ワクチン。ちょっと毛が立ってるんだった。ちょっと寝起き、寝起きね、ちょっとゆっくりせんとかな。寝起きよう食べるね、ご飯ね。